日田美代子は、日本の児童文学作家、政治家、薬剤師。大阪商陰女子大学教授、文字、活字文化推進機構理事長。衆議院議員、参議院議員を歴任。大阪府大阪市出身。大阪府立大手前高等学校を経て、1965年、大阪薬科大学卒業。1965年、 白水貿易株式会社司会医療機入社。1975年薬局開業。1979年に先生死後至るで児童文学作家としてデビュー。1981年、河村隆那須聖館ら児童文学創作集団、悪空館の結成に参加。1989年の 第15回参議院議員通常選挙において日本社会党公認で比例区より立候補し初当選。1991年、社会党、社道キャビネット文化政務次官に就任。1995年の第17回参議院議員通常選挙では落選。翌1996年の第41回衆議院議員総選挙では同年結成された。 旧民主党に参加指導党公認で大阪10区より出馬、比例復活で衆議院議員に初当選した。当時のスタッフには菅源太郎がいた。以後、2003年の第43回衆議院議員総選挙まで3回連続で当選したが、2005年の第44回衆議院議員総選挙において落選し、政界から引退を表明。 2004年の年金未納問題の際に国民年金が未納だったことが判明した。2006年より財団法人出版文化産業振興財団理事長2007年より文字活字文化推進機構理事長2010年大阪松院女子大学学芸学部国文学科教授に就任2011年朝日中受賞受賞 読売年間2016年版 P462 等所属国会議員の国民年金保険料の納付状況について民主党メールマガジン2004年5月13日2014年4月26日閲覧 AB 毎日新聞2004年5月14日夫婦別姓選択制導入などを盛り込んだ民法改正案推進を求める申し入れ2000年9月29日 衆議院議員選挙031109の当選者の回答。子どもに無縁環境を推進協議会。2020年11月10日閲覧。子ども有害情報からの子どもの保護に関する法律案国誌について民主党ニュース2000年12月26日。ありがとうございます。